ヘイサミラクルスマイルフォレストミラスフォのナオコです。皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。いろんな国からもご視聴いただき、いつも本当にありがとうございます。本題に入る前にですね、ちょっとお知らせがあります。幸せを運ぶミラスフォ生配信イベントということで、これから毎月1回、いつもは姿を現さないナオコですけれども、この生配信イベントでは皆様の前に姿を現してですね、誘導瞑想、サウンドヒーリング、そして皆様の Q&A にお答えするという形の、イベント、こちらちょっと有料になっておりますけれども、ご興味ある方はぜひ、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから、チェックしてください。そしてミラスフォメンバーシップですね、こちら3ヶ月、オープンして3ヶ月になるんですけれども、現在50名近い方に参加していただいております。そして最近、新しいサービスをまた導入しまして、さらに充実したものになっておりますので、こちらもぜひ、リンクからチェックしてください。さて本題になります。今ここからパラダイムシフトするために私たちが取るべき5つの行動というテーマで今回はお話を進めていきたいと思います。今世の中は本当にいろんなことが、起きておりますよね。普通に街を歩いていてもほとんどの人がマスクをしている、マスク人口の方が多い世の中になっている。2020年1月時点でこのような世の中になっていることを想像できた人は、まあ一部の人はいたかもしれませんけれども、ほとんどの大部分の人がこのような状況になるとはね、想像してなかったと思います。そしてこの人類が今直面しているこの現実ですよね、まあ、地球レベルで、起きているこの現実、業カルマ、仏教ではそういうふうに言います。神道では穢れというふうな言葉がありますけれども、この地球人類全体に課せられているこの課題ですよね。私たちがやはり今まで積み重ねてきた結果起きていることというふうに捉えるとですね、どのようにしていけばこの世界が良くなっていくのかというふうに、私たちはもう一度自分自身がこれから取るべき行動について、見直す、考えていかないといけないのではないかなと思って今回この動画を、撮らせていただきます。そして以前もちょっと同じようなお話をしたことがあると思いますので、同じ絵を使ってちょっとご紹介していきますけれども、まず一つ目はですね、不安や恐れをかきたてる情報をオフにしていただくということですね。以前に、これシェアした絵なんですけれども、最近俳優の方が亡くなったり、SNS の中傷によって命を落とされた方いらっしゃいますよね。私たちの意識の領域というのが今本当にこの不平、争い、妬み、罪悪、嫌悪、不安、苦しみ、心配、悲しみ、恐れ、怒り、痛みっていうこの領域に入りやすい状況を作り出されているというか、簡単にその領域に入ってしまうような、それはメディアであったり人の言葉であったり、テレビからの情報、ラジオからの情報であったり、そういうことによって心が乱されたり、不安になったりモヤモヤしたりということが起きやすくなっています。ですから意識的にですね、以前もお話ししましたけれども、魂も筋トレしていかないとすぐ緩んで、しまって、なので、その私たちの心の中をですね、そういった低い波動にならないために、その感情に、引きずり込まれないように筋トレをして、意識して、心を整えていくということがとても大切になってきます。その低い波動から抜けるためにも、まず本当にそういう情報ですよね、そういうふうな情報に巻き込まれないように、
心の中を穏やかにする環境を整えていくというのがとても大切になってきます。私の動画ですね、私の動画の中では120本以上の動画がありますけれども、そのほとんどの動画の中にある一定の周波数を入れています。心が穏やかになる周波数だったり、右脳と左脳のバランスを整える周波数であったり、消化体を活性化して、いく、そういった動画であったり、全てですね、意識を高める領域の動画になっているので、そういった動画を見たりですね、あと感動する映画を見たり、本を読んだり、そういう体験をしたりということで、なるだけその低い波動に巻き込まれない環境を自分自身で作っていくということが大切になってきます。そして、先ほども、見たこの絵ですよね。その意識の低い波動に居続けるとどういうことが起きるかと言いますと、結局他人軸になってしまって、自分ではもうコントロールできない、もう仕方がないという、そういう世界に陥ってしまいます。そして見えてくる世界、体験する世界は不足の世界、分離、崩壊、破壊といった、そういった現実が目の前に現れてくるようになります。なのでこのような意識の状態にいるなと思ったら、波動を上げる必要があります。飛行機でも気流に乗るまではエンジンを吹かして、かなりのエンジンを吹かす必要がありますよね。私たちの意識もですね、飛行機と一緒で、ある程度の気流に乗るまでは魂筋トレをして、常に意識を向けて、反復していく必要があります。そして自分自身を受け入れて、ありのままの自分を認めて、自分を大好きになって、セルフケアをして、そういうふうにですね、心の中のブロックを解除したり、変化を恐れずに柔軟に行動したりですね、自分自身を信じる、そのプロセスを信じるということをして、どん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 波動を高めていって、そして気流に乗ると利他一体軸ですね、自分も大切にし、相手も大切にし、という、そういう意識の領域に入っていきます。で、この自分軸でいるときはまだ気流が安定していないので、見えてくる世界もあったりなかったりというような、そういう状況ではあるんですけれども、気流に乗ると利他一体軸、充足の世界が広がってきます。安定した調和の世界ですね、見えてくる世界、たとえ周りでいろんなことが起きても、常に、魂軸で自分の命を発動して生きることができるようになると、そういった周りの状況に巻き込まれない、で、生きることができるようになります。で、私は以前ですね、手塚治虫さんって漫画家の方も、だいぶ前に亡くなられた方なんですけれども、その方のですね、ミュージアムが宝塚の方にあると思うんですね。そちらに行った時にですね、彼の生い立ちというか、彼の体験を読んでいたら、戦争の空襲の時にですね、その漫画を描き続けていたと、そういった究極な状況でも自分の命を発動させて、自分のエネルギーを集中させて、そして結果、世界中の人に、喜びを伝える、そういった漫画を描かれたわけなんですけれども、本当に私たちがですね、意識を上げていくと、そういった、ことができるようになるというわけなんですね。けれども、この他人軸、自分でコントロールできない意識の領域にずっと居続けていると、そういった能力を発動させることもできないし、結局周りにコントロール、環境の奴隷になってしまって、自分の力にではどうにもならないと思い込んでしまう、そういうことになってしまいますので、そういう時はですね、ちょっと意識して、結構本当に周りのね、ニュースとかそういったもので、本当に不安になったり、その
制限をかけられてしまう意識状態に、私たちはもう今簡単に陥りやすくなっているので、できるだけですね、魂筋トレをして、意識づけて、常に自分自身の心をコントロールして、どんな状況であっても乗り越えていく、その強さをですね、私たち一人一人が身につけて、練習して、鍛えていくということが本当に大切になってきている時代かなと思います。3番目、人生の脚本を書いているのは自分であることを思い出すことということです。パラダイムシフトという言葉がありますよね。このパラダイムシフトというのは意識の変容という意味もあるんですが、限定された自分、思い込んでいる自分ですよね。自分はこういう人間なんだといつも心の中でつぶやいていたり、自分はこういう人間だから仕方がないとかいうふうな口癖をもしされているのであれば、そしてもしあなたがこの現実を変えたいと思うのであればですね、その新しい体験をするためにすでになっている自分を思い描く必要があります。でそのためには行動する必要があるし、意図を明確にする必要があるし、いろんな感情を手放していく必要があると思います。このパラダイムシフトのシフトという意味なんですけれども、ある海外の YouTuber の方がですね言ってました。シフトとシフトの S はですね、ストーリー、物語、自分の人生脚本ですよね。私はその S というのはセルフケア、セルフラブという意味もあると思うんですけれども、そして、そういうことをして H はヒーリングですね、癒す、自分自身を癒していく、そして I、インテンション、自分の、人生脚本を作り変えるために自分を癒し、そして意図を明確にして、そしてフリクエンシーの F ですね、周波数、波動を上げていく、そうすることによってトランスフォーメーション、変容することができるということで、このパラダイムシフトという言葉なんですが、私たちのこのいつも考えている言葉だったり、いつも不平不満を言っているという状況であれば、ぜひともね、そのいつも行く道を変えてみたり、新しいものを取り込んでいただきたいなと思います、生活の中に。そうすることによって、新たな自分を発見することができたり、同じ場所を通っていても見えてくる景色が変わってくると思いますので、ぜひですね、自分の人生の脚本を書いているのでは、書いているのは自分であるということを思い出す、これがとても大切になってきます。そして全生命を今ここに集中すること、4番目ですよね。全命を今ここに集中するということは、精神を一つの物事に集中すればするほど、その物事に対する判断が明確になってきます。で精神が未来の不安や恐怖から離れて今ここに集中したときに、人間というのは本当に驚くべき精神力が発揮されるというふうに言われています。なので、いろんな状況がありますけれども、今自分に与えられた環境の中でできること、最善を尽くす、全集中を今ここに集中することによってですね、外側の状況に巻き込まれない、そういうふうに、なっていく。そしてですね、5番目は自分のパワーを取り戻すことということです。映画のマトリックスですね、2021年5月21日に公開予定されていると言われていますけれども、このマトリックスの1番は20年前ぐらいに公開された映画で、私も見たことがありますけれども、まだ見たことがない方のために大体の映画の内容をお伝えしますね。こう主人公のネオがですね、コンピューターに支配された近未来の世界で迫害された人類が奮闘していく SF アクション映画なんですけれども、この主人公のネオは
自分がコンピューターによって作られた仮想現実で生きていたことにある日気づくんですね。で、今まで現実だと思って毎日生きていた世界が実は全てプログラム、幻だったと、作られた現実だったということに、気がついていきます。そしてネオは仮想空間で、人類をコントロールして支配しようとしている存在と戦うために、修行を重ねて、能力を身につけていくんですけれども、その修行というのはですね、トレーニングして鍛えて、いくというのではなくて、自分の中にあるパワーを思い出していくという、そういった、修行をしていくわけなんですね。で、このマトリックスでも本当に、今の状況をですね、こう照らし合わせで、見ると、本当に私たちはこの世界は幻想である、心の映し絵であるということをね、忘れがちになっていると思うんですよね。一人一人の心の中に映し出されたプロジェクターですよね。その映し出された映像、人類全体が巨大スクリーンに、今この現実を作り出しているわけなんですけれども、今までのね、人間がやってきた業とかそういったものもあるとは思うんですけれども、やはりこの状況を変えていくためには、一人一人の心の映し絵を清めていくというのがとても大切になってくると思います。私たち一人一人の中にパワーがある、この現実を変えていける力があるんだということを思い出すということですよね。そういうふうに しないと、もう自分ではコントロールできない、もうどうにもならないっていうふうに、もう運命に翻弄されて、そのままにして生きていくのか、それともこの今までお話ししてきたように、この5つの行動ですね、私たち一人一人が取ることによって、日々の行いを修正して、そして改めて清めていく、心を整えていくことを一人一人が心がけていくことによって、大きなこういった流れではありますけれども、少しずつですよね、現実を変えていくことができるのではないかと思っております。映像のスクリーンの部分をいくら修正しようと思っても、やはりこの心の中のフィルムの方をちゃんと整えないと、反映される現実も、こうそういった整った現実が現れてこないので、私たちは本当に、心を整えて、この5つの行動ですね、しっかりと頭に刻み込みながら、前進していく必要があるのではないかと思っております。はい、ちょっと長くなりましたけれども、今回はこの今ここからパラダイムシフトするために、私たちが取るべき5つの行動というテーマでお話をさせていただきました。自分の中に無限の宇宙の力が宿っているんだということをですね、今一度思い出して、それを確信して、今世界がね、システムが崩壊していったりとか、経済が疲弊していったりとか、いろんなことが起こってくるかもしれないですけれども、全ては本当に今までの、やっぱり地球と調和していないライフスタイルを送ってきた人類の結果起きているというふうに捉えて見るならば、それも本当に必要な出来事で、全てやっぱり浄化して、本当に私たちがこの星の乗組員であるということ、その乗組員の一人一人がですね、地球と調和したライフスタイルを心がけていくために、今こういった課題が与えられているんだということをですね、やっぱりちゃんと受け止めてですね、その中でできることは何かということを一人一人が考えていく、そのために取るべき5つの行動だと思っております。はい、ということで長くなりましたけれども、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。